ニュルブルクリンクでアルファロメオティポ三十三 t t 十二をドライブするレッドマンブライアンハーマントーマスレッドマンはイギリス人の元レーシングドライバーでイングランドランカシャー州ペンドルディストリックとのコルネ出身であるレッドマンはスポーツカー世界選手権を含めたスポーツカーレースで大きな成功を収め九百七十年にはポルシェ九百八をドライブしてパルガフローリオ 1975年と1978年には、それぞれ BMW3.0CS と、ポルシェ935をドライブして、セブリング12時間レースを制した。レッドマンは長年にわたり、同郷ランカシャー州出身のデレック・ベネットが起こした、シェブロンと関係を持った。レッドマンはシャドウをドライブして、キャン・アムと F1 に参戦した。またマクラーレン、クーパー、 アルファロメオからも参戦した。レッドマンは1968年1月1日に開催された1968年南アフリカ GP で F1 にデビューし15戦の F1 世界選手権レースに参戦した。通算で一度の表彰台と8ポイントを獲得した。レッドマンは1970年代にはスポーツカーレースで主に活動した。1989年 レッドマンはすでに50歳を超えていたが、スポーツカー世界選手権に復活したアストンマーティンのプロジェクトに参加した。レッドマンはアムール1のドライバーとしてこのシーズンにフル参戦し、ブランズハッチでは4位に入賞した。ありがとうございます。